基本的にこれプリアンプということで、あのラックタイプのプリアンプと全く同じような感じで使えるんですけど、まあ歪まないプリアンプ、クリーンのプリアンプということで開発しました。中にはあのコルグさん、ノリタケさんの開発されたニューチューブっていうのが入ってまして、そのエフェクターを歪みとか作ってるんですけども、それをつなぐクリーンによってすごい、やっぱりサウンドが変わってくるということで、そのベーシックなクリーンと例えばどんなのにオーバルトーンのエフェクターつないだらいいですかって聞かれることもあるんですけど、それに対してこういうクリーンですよっていう提示できるものっていうのが今回やっと作れたかなと思っています。で、まあ、基本的にラックのタイプの普通のプリアンプと同じように、あのアンプのリターンにつないだりして、使っていくということを想定しています。ありがとうございます。まあ、これについて、まあ、言えない、ね、ところもあると思うんですけど、まあ、発売時期と大体いつ頃かなというのは多分皆さん思われてるんで、ちょっと言える範囲内でお願いします。まだ今回もあのプロトタイプということで持ってきて、まだもうちょっとブラッシュアップしていこうと思ってるんですけども、まあ、発売時期は、まあ、なるべく早いうちとは思ってるんですけど、まあ、今年の後半、夏以降か真ん中ぐらい、まあ、最低でも今年中には出せればと思ってます。以上、オーバルトーンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。